はい、皆さんこんにちは。マインクラフトね、前回の続きをやっていきたいと思います。でね、まあ、前回からねちょっといろいろ作業してね、ちょっと畑をねだいぶ拡張して、はい、あとで、ね、もう前回ほらダイヤモンドを、ね、必死に取りに行ったんだけど、下の方にはなかったんで、まあちょっと今日本格的にね採掘をしていこうと思って、採掘しやすいようにですけども、はい、こうやってもはしごでこのエリアの中をねひたすら採掘できるようにですね、こうやってですね行き来をね、スムーズにできるようにしました。で、あと前回ねなんだっけ、こいつねやっと通りかかった牛がね一頭手に入ったので、まあねやってるとねちょこちょ こう通過したりするので、まあまたね牛が通った時にこいつのお仲間をね見つけて、まあ増殖していきたいよ牛をね、ということでね今回もね早速ねやっていって、まあダイヤ見つかるといいな、あるかな、この下に埋まってないともう手に入らないんだけど、まあこのねタンクの中で、見つかることをね祈ってます。ということでね早速やっていきたいなと思います。やばい、めんどくせえ、クリーパー来た、ちょっと待って、ここでクリーパー、やばいやばいよ、来ないで来ないで、あーやべえ、ここやばい、爆発しないで、あーあもうやだよ、マジめんどくせえ、これまた補修しなきゃいけねえわ、もうなんでクリーパー、もうここめんどくさ、あーめんどくさ、なんとかね、補修し終わりました、修復埋めて、まあここね柵も壊されたんで、種植えて、はい、なんとか戻り、めんどくさいね、このチャンク内でさ、こんな狭い中でさ爆発されるとさ、こんなめんどくさいことないからね本当にめんどくさかった。はい、でね前回からね一応こうやってさっき畑も言ったけど、まあちょっとこう家とかも、ね、ちょこっとずつこう増築しながらね進化させてんだけど、まあね、なんといっても最大の使命はねダイヤを見つけることなんで、早速ね採掘行きたいなと思います。あ、牛見つけた、牛来ねえかな、牛来て、牛いや来てくんねえか、来てほしいんだけどな、いやちょっと待って、あのお仲間を作りたい、あ来ない、あそこ来て、来て来て来て、こっち向いてほしいんだけど、来て、あ、ダメ？これ遠い？あーやべえ、ゾンビ来た、お前は呼んでないわ、お前は呼んでないんじゃ、ちょっと待って、牛欲しかったのに、おい、はい、やかましいわ、ちょっと待って、牛どこ行った、いた、あー来ねえかな、また通った時だね一旦また通過待ちします。大変なんだよ牛捕まえるのもこのエリア出れないからね。あ、来た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 、あ、オッケー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 、あ、ちょっと待って、めんどくさいのも来た、お前は呼んでないんだって、だからやかましいわ、こいつが一緒に来るからめんどくせえわ、ちょっと待って、牛いてね、そこちょっと邪魔邪魔邪魔、はいはいはい、でよし、おい、こいつら2頭を1回この中に入れたい、はい、来て、よしよし、オッケーオッケー、ここ来てもらってなんとかね、はい、いやー皆さん、ついに牛が2頭になった、これ、あー、これで繁殖できるね、やったやった、あー子牛生まれた、いやー、いやこの寂しい孤独なね、このワンチャンクの中でこうやって牛がね仲間になるとすごくホッとするね、いやこれでちょっと安心してまた採掘いけるね、ダイヤ見つかるといいな、さーてダイヤ採掘向かいますよと、まあだいぶ楽になったね、外は雨ですけど、あ、金あるぞ、ゴールド取っといて、雷うるせえな、よし、オッケー、オッケーオッケー、でこれでね、まあここ四隅これ掘ってあるんだけど、このチャンク分ね、だからここをまたひたすらあれだね、掘っていこうってやつだね、ダイヤ出てほしいんだよな、しかしこれあれだね、せっかくこうやって掘っ
っていくにしてもめちゃくちゃ狭いからさ、まあ、大したもん多分出ないんだけどねこれ、まあ、でもこれをやってねひたすら地味だけど、もうこれ地道にやってダイヤを見つけるしかないよね。あー全く出てくる気がしないんだよあるここダイヤめちゃくちゃさ出なさそうな雰囲気はめちゃくちゃしてるんだけど、まあでも欲しいよね。まあ最初のね、まあランダムだけどこれチャンクの中にあるのかというね、そういうことだよね。いやーこのフロアなさそうだね。ちょっと上の方ね掘っていこうかな。まためちゃくちゃ見つかる気しないもう全然さあれなんだけど、うんともすんとも言わないんだけどね、ヒントすらないわ。なんかこうあありそうだなとかね、なんかそんな感じも全くなく、あのひたすら掘り進めてるだけっていうね。まあまあもうここまでかなもうこれいっぱいある程度掘って見つからなかったら、まあこのチャンクにはないと、あるのかもしんないけど意味があるのかとそこまでして探すまあそんなこと言ったらさ、この企画自体がどうなんだって話になってくるんだけど、まあでもあれ大変だよねこれ、やっぱワンチャンクの中であるかどうかってさ、ずっと言ってるけど、まあ最初そのフィールドの中にの地面に埋まってるかどうか次第だから、そんなことは分かりませんだから一応掘ってるんだけど、ないね、全くないね。まあとにかくエリアが狭いんでね、もうこの狭いエリアをこうひたすら掘ってるだけなんだけど、まあ、このエリアになかったらもうないわけで、うん、もうそれまでなんだよね。あってくれればいいけど、まあないならないで、まあ、このこのエリアにはありませんでしたと、このチャンクにはなかったと、まあそういうことで終わるのかな。あー全然ないもう疲れたわ。ちょっと一回これでなかったらもう上戻って休憩しよう。休憩しながらあれだね、ちょっと作戦考えようあまりにももう出なさそうでね、もうこれ疲れてきたわ、大変。ちょっと一回上戻ります。はい、とりあえず戻ってきましたよと。いやー採掘にも疲れたんでね、ダイヤ見つかんなさそうだね。もうずっと探してるけどなかなかないよね。まあ採掘していつかあればいいけど、なんかねこう歩きがなかなかしないんだよね。うん、さあどうしようかね、困ったもんだねちょっと休憩します。はい、ということでね、また戻ってまいりました。もうちょっとね、まだあるからもうちょっとだけ採掘してみようかなと、うん、まあそれでダイヤの手がかりがあるかどうか、まあ、わかんないけど、とりあえずもうちょっとだけ掘ってみようかなと思います。全然出ねえ。あーもう疲れたひたすら採掘が疲れたな。もうないのかな、うん、ないんだろう。ちょっともう疲れたわ、また戻ろ戻ります。さあ戻ってまいりました。ちょっと牛さんをね、繁殖だけさせておこうかな。いやなかなかあれだね、なさそうだね。ちょっと結構想像以上にね見つからない気がしてきた。結構掘ったよ。もうそれはもう夜にもなりますわかなり掘ったからね。まあそれでもねなかなかこう見つかんないよね。まあ今日の収穫はまた牛一頭とそれぐらいでね、まあダイヤがこの先、まあ、見つかるかどうかは分かりません、うん、まあどうしようかな。まあちょっとそれは考えます。はい、ということでね、まあとりあえず今日はこんぐらいにしとこうかなという、うん、単純に疲れたもうねダイヤ見つかりゃいいけどね、見つかんなくてさ採掘だけひたすらすんだってめちゃくちゃ疲れるから、ね、そう収穫があればいいけど収穫ない上にさ
ただ疲れただけだと、もう本当なんとも言えないですね。はい、ということで今回ここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたね、バイバイ。